より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。ここは浦添市にある居酒屋味心ゆうづき。流れるような手さばきで料理を作り上げるのは大将の知念さんです。33回目を迎える全国日本料理コンクール、知念さんはサステナブル部門で最高位の農林水産大臣賞を受賞しました。今回の開催自体がコロナになって明けて5年ぶりの開催っていうのもありまして、そこで趣旨が少し変わって、これからの料理業界にもそういう SDG サステナブルっていうのを取り入れていくっていうのが課題になってて、今年から新たに設けられたサステナブル部門、環境負荷を抑えた料理を評価する部門です。知念さんはこちらの創作料理を出品しました。これまで捨てていたゴーヤーの綿と種、これを有効活用した田楽焼き、またゴーヤーの綿と種を細かく刻んで入れた平屋チーなど、食材を有効活用した創作料理が評価され最高位に輝きました。食材の有効活用、体にも環境にも優しい料理を促進するこの取り組みは SDGs の目標にもつながっています。今実際本当に料理へ憧れて入るそういう若い子たちがめちゃくちゃ少ないんですよ、実際のところ。だからそういった中でその料理へ対するこういう夢とか希望とか、そういうことを与えられるような、もちろんお店作りを目指してますし、常に挑戦する気持ちっていうのは若かろうが年いこうが関係なく、常にその挑戦する気持ちっていうのは今でも続けてますね。